はじめまして。かさめミュージックスクール作曲 DTM 科音楽理論科講師の千本松仁と申します。僕のレッスンのモットーは、わからないは楽しいということを大切にしています。わからないという単語だけ聞くと、マイナスなイメージを持たれる方が多いと思いますが、わからないことがわかるようになると、できなかったことができるようになったり、作れなかった曲が作れるようになったり、これってすごく楽しいことだと思いませんか？わからないの数だけ上達の伸びしろがあるということなので、その解決のお手伝いをさせていただければ嬉しいです。それでは、ここからはメロディーに対してどうコードをつけるのかという内容を解説する様子を見ていただきたいと思います。それではやっていきましょう。まずこちらに C メジャーキーで打ち込んだメロディーがあるので、こちらをお聴きください。こんな感じのメロディーですね。で、僕最初にC メジャーキーで打ち込んだと言ってしまったんですけれど、思い浮かぶメロディーや鼻歌って大抵キーが分からなかったりすることがほとんどだと思うんですけれど、その場合のメロディーから、キーを判別する方法というのをちょっと軽くご紹介したいと思います。先ほどの聞いていただいたメロディーの頭2小節部分だけのメロディー、ここで使われている音を見てみると、この青く表示されている部分が使用されている音で、この頭2小節だけのメロディーだと、F の音がまず出てきてないので、これが発見である場合は C メジャースケールと言ってしまっていいんですけれど、 F シャープの可能性って全然あるわけなんですよね。なのでここで試していただきたいのが、このメロディーに続くような別パターンのメロディーを後ろでちょっと適当に弾いてみます。これが今弾いてみたメロディーなんですけれど、これを全部選択して見てみると C から上の C まで全部使われているので、C メジャースケールであるということがメロディーだけで判別することができます。ちなみになんですけれど、 C から7個ですね。 C、D、E、F、G、A、B、 この7つの音が分かればキーは判別することができます。最初のうちはメロディーを打ち込んでみたけどキーがわからないってことは結構あると思うんですけれど、この方法を使うとこのように簡単にキーの判別することができるのでおすすめです。ぜひ試してみてください。次にこちらのメロディーが C メジャースケールであるということがわかったので、 C メジャーキーで使えるコードを先に打ち込んでみたいと思います。で、C メジャーキーで使えるコードなんですけれど、鍵盤でいうと8鍵だけで、ドレミファソラシドに対して音を積み上げたコードが使用することができます。こちらもちょっと実際にやってみたいと思います。データ化するとこんな感じになります。はい、こちらが先ほど弾いたコードを見やすく整理したものになります。各リージョンには番号とコードネームが振ってあります。1番 C、 2番 Dm、 3番 Em という感じで7個コードが出来上がりました。次にこちらのメロディーに対してこの7個のコードを当てはめていきたいと思います。コードチェンジのタイミングはここに置いてあるように1小節単位で切り替わっていくパターンと、次に多いのが2拍ずつ、実際にやってみるとこんな感じですね。ピアノロール上で見るとこんな感じになります。まあ中には1拍ずつ切り替わったりだとか、
このように前の小節から食って入ったりするようなパターンがあるんですけれど、ここでは1小節単位で切り替わるという体でコード付けを行っていきたいと思います。次にメロディーに対してのコードの選択方法のポイントなんですけれど、この部分だけのメロディーにまず注目していただいて、ここで使われているメロディーで音の長いものを探してみてください。ここだと G の音と E の音、この2つが比較的長い音で使われているということがわかります。で、次に G と E の音と覚えておいて、先ほど作ったこちらの7つのコードの方にて G と E が使われているコードを見てみます。オクターブ上の E もですね、そうすると1番、3番、5番、6番、この4つが先ほどのメロディーの構成音を持ったコードだということがわかります。そしてさらにこの4つの中のうちメロディーとの共通音が多いものを選択してください。例えば今だと1番と3番が2つずつ共通音を持っているので、このどちらかを1小節目に置いていきます。まあ、1番と3番どちらでもいいんですけれど、とりあえず1番でいきましょう。こちらでちょっと聞いてみます。最初は1番スタートで、次に同じ感じで2小節目を見ていきます。2小節目は1音のみ伸びている状態で、D の音が伸びているので、先ほどと同じように D の音が使われているコードを探していきます。2番、5番、7番、この3つですね。2番を置いてみましょうか。こちらも聞いてみてください。これも悪くないんじゃないかと思います。そして同じ要領で3小節目、この部分見ていきたいと思います。長い音はこの2つ、 G の音と D の音で、コードの方に戻っていただいて G の音と D、 オクターブ上の D、 これで見てみると1、2、3、5番、7番、共通音が多いのは5番なので、ここでは5番をチョイスしていきたいと思います。こちらも聞いてみましょう。また同じような感じで今度は4小節目、 E の音、こちらをやっていきます。 E の音が使われているのは1番、3番、6番のこの3つですね。どれを選ぼうかな。1番にしようかな。こちらも聞いてみてください。次も同じ要領でやっていくんですが、実際にやりながらちょっと進めていきます。メロディーが1小節目と一緒なので、 G と E で、オクターブ上の E、 共通音が多いのは1番と3番、この両方使うことできるんですけれど、最初のうちはどっちを選んでいいかっていうのを判断つかないと思うんで、ここも1番をチョイスしていきたいと思います。で、次に6小節目、ここは D の音ですね。これも D の音をオクターブ上の D、 2番、5番、7番、2番にしようかな。で、次のこの部分ですね、ここで音が長いのは D と B D とオクターブ上の B で、オクターブ上の D を選択してみると、2番、3番、5番、7番で、ここも判断つかないと思うので、数字の若い方からはめていきたいと思います。5番をチョイスして、そして最後は C の音が長いので C の使われている音を探します。オクターブ上の C、 1番、4番、6番、これも数字の若い方で1番を置いてみます。この状態で一通りコードが
置き終わりました。こちらを一度お聞きください。うん、いいんじゃないでしょうか。このような感じでここまでをまとめると、コードを置きたいポイントのメロディーのまずは長い音を探す、次にその音が使われているコードを探す、さらにコードの中で共通音を多く持ったコードを置いていく、この3つのポイントを絞っておいていけば、このように簡単にコードをつけることができます。さて、いかがでしたでしょうか。メロディーにコードをつける、これだけ聞くと難しそうに思われる方もいると思いますが、解説のようにポイントを絞って進めることで簡単にコードをつけることができました。特に DTM に関しては作曲の技法からソフトの使い方まで様々な要素が絡んでくるので、 DTM を始めたけど何をしたらいいかわからないとか、自分が何を分かっていて何がわからないのかという方が多いのかなと感じています。僕の方は生徒様一人一人の現状に合わせて解決から上達に至るまで全力でサポートをさせていただきます。それでは長くなってしまいましたが、ここまでご視聴いただきありがとうございました。レッスンでお会いできる日を楽しみにしていますので、ぜひよろしくお願いします。